翌3日の節分には平戸市西京寺伝統の節分行事子泣き相撲も4年ぶりに復活しました。赤ちゃん力士が土俵の上でにらめっこ、先に泣いた方が勝ちの子泣き相撲です。江戸時代初期の1607年、平戸藩主を悩ませていた亡霊が赤ちゃんの泣き声で退散した言い伝えが起源とされています。行事が持つのは軍配代わりのしゃもじ、たくさん食べて健康に育つようにという願いが込められています。遠くは千葉や大阪などから150人の赤ちゃん力士が集まりました。100点、おめでとうや。いや泣いた。いつも笑顔が可愛いんで、その笑顔を忘れないようにですね、ニコニコしてくれてればいいですね、はい。緊張したみたいでちょっと固まっちゃって、あんまり泣かずに両者引き分けで終わりました。優しくすくすく元気な子に育ってもらえたらいいかなって思います。境内は赤ちゃんの元気な泣き声と見守る家族の笑顔であふれました。